はい、どうも、番長翼です。ですね、京成電鉄の40代後半の男性の給料について語ります。今ね、リアルな共鳴最初集めたものを再生リストに並べてますので、動画説明欄に URL 貼ってますので、よければそちらからお辿りくださいませ。ではいきます。基本給が498,000円、時間外手当が30,000円、家族手当が14,000円、役職手当が20,000円で、通勤手当が10,000円ですね。月収が572,000円ですね。賞与が年間2回で2,288,000円、年収が9,154,000円となってます。また年収サイトと有価証券の報告書よりですね。はい、終わります。